もしもし、生きてる？やばい、人類殺したなんてバレたら僕死刑になるかもしれない。あ、目開けた。気分はどう？どこか痛んだりしない？僕のことわかる？ああ、よかった、生きてた。本当にびっくりしたよ。殺しちゃったんじゃないかと思った。僕は決して怪しいものじゃないよ。君を鈍器で殴ったんでもないし、崖から突き落としたんでもないし、自動車で引いたわけでもないから。それじゃあ僕が一体何者なのかっていうと、まあひょんなきっかけで君の精神に入り込んじゃったってだけの精霊なんだよね。こいつ一体何なのとか、この状況は何事なのとか突っ込み入れてくれるとありがたいんだけど。ねえ君、本当に大丈夫？僕のこと見えてる？ Okay, so choices. I see a big bark thing. I see something not human. I see a strange looking kid. Let's go and see something not human. まあ、確かにそうなんだけど、この状況でそれを冷静に判断できる君って結構すごいよね。でもほら、もうちょっと柔らかい言い方すると、人間関係円滑に行くんじゃないかな。はあ、とりあえず僕のことは認識できてるようで何よりだよ。それにしても君、落ち着いてるね。もし君が目覚めたら。キャー！ここはどこ？あなたは誰？ってなことになると思ったんだけど、まさか記憶だけじゃなくて人格まで飛んじゃったのかな。大変だ。とりあえず最初から説明するね。僕はオリオン、とある別世界から来た精霊さ。でちょっとした用があって人類の世界に向かってるところだったんだけど、その途中で君の精神と衝突してね。僕にもよくわからないんだけど、何かの加減で君の心の中に閉じ込められちゃったみたいなんだ。そして君はその衝撃で意識を失ってたみたいだね。で、その言いづらいんだけどさ、実はその時ついでに君の記憶も飛んじゃったみたいなんだよ。いや、参ったね。ごめん、ここどんどん突っ込んで。今君の常識にないはずのこといっぱい言ったはずだから、お願い、スルーしないで。No, I understand. I don't know where to start. Let's go for the first one. No, I understand. え、本当に？そっか、そもそもいきなり変な空間で目が覚めて、人外の存在がベラベラ喋ってるんだもんね。こんな異常な状況じゃ何言われても信じるしかないよね。僕の不注意で本当にごめん。君の記憶を戻すためなら何でも協力するよ。っていうか、そうしないと多分僕君の中から出られないんだよね。はっきりとは分かんないんだけど、多分僕は君の消えてしまった記憶の部分に閉じ込められてるんだと思う。僕が君の精神に入り込んだ分、君の記憶が押し出されたってイメージしてもらえばいいかな。だから君の記憶が戻れば、今度は僕の方が押し出されると思うんだよね。もしかしたら他にも方法があるのかもしれないけど、今はそれ以外方法が思いつかないんだ。記憶喪失にさせちゃったことは本当に申し訳ないと思ってる。だから一緒に記憶を元に戻そう。Yeah, let's go for all right. よかった、ありがとう、分かってくれて。でも本当なら、はあ、食いしばれとか言われてもおかしくないとこだよね。君って理解が早いんだね。頭が柔らかいっていうか。うん、こういうのもなんだけど、閉じ込められたのが君のところでよかったな。
そう、とにかくそういうことで。これから僕と君は協力して君の記憶を取り戻さなきゃいけないんだ。僕にできることなら何でもするって言いたいんだけど、実はいろいろと制約があってね。僕は人類に干渉できないんだ。君に触れることもできないし、君が僕に触れることもできない。そもそも君以外の人間には僕の姿は全く見えないし、声だって聞こえない。だから聞き込みすることも君の代わりに働くこともできない。さらに言えば君から10メートル以上離れることもできない。何でもするって言ったけど、結局君を応援するくらいしかできそうもないんだ。いや、それでもね、誰もいないよりはマシだと思うんだよ。僕だけは何があっても絶対君の味方だから。犯人はオリオンだったりしないことは保証する。I appreciate it, but you're so useless. Oh, wow. Nah, it's gonna be nice. ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいよ。これから一緒に頑張ろうね。で、あのさ、本当に何も覚えてない？名前は？名前くらいはなんとなく思い出せないかな。What's the name? Let's just go for Karma. ん？それが君の名前？ん？ Yeah, just spotted me. でも君が名前を聞かれてそれを思い出したってことは、それが正解なんだと思うよ。大丈夫、一歩前進だよ。よし、それじゃあここにいても仕方ないし、とにかく君の世界に戻ろう。え、ここはどこなのかって？それは説明が難しいんだけど、パラレルの中間、そういう表現が一番近いと思う。この世にはあらゆる可能性がある。そしてその可能性の数だけ平行世界が存在する。例えばある世界の君は学校に通っているかもしれないし、別の世界では働いてるかもしれない。ここは並行して存在するいくつもの世界のどの世界にもつながっていない平行世界の隙間。平たく言えば君は今世界の隙間にチューブラリンの状態でいるんだ。でも僕には君がどこの世界から来たのかわからない。あ、でもどの世界も君のいた世界であることに変わりはないよ。平行世界に正解不正解は存在しないからね。だから君が本来いた世界へ戻って記憶を取り戻そう。そうすれば友達に話を聞くとか、携帯の履歴を見るとか、記憶を取り戻す方法はいろいろあるよ。あ、でもちょっと待って、相談する相手だけは十分気をつけて。人類は凶悪で残酷な生き物だからね。よほど信頼できる人以外には記憶喪失なんて言わない方がいい。ありもしない記憶を植え付けられるかもしれないからね。俺はお前に100万円貸してるんだからちゃんと返せよな、とか。そういうことを言われても本当かどうか判断できないでしょ。最低なダメ男を彼氏だって紹介されて本物の彼氏を奪われるかもしれないし、無職だって言われて信じてるうちにバイトをクビになったりとか、はたまた縁もゆかりもないやつが親友を名乗ってマルチ商法に誘い込んできたり、最終的には落ちるところまで落ちて気がつけば外国行きの船で輸出されてるかもしれないね。そんなことになったら困るでしょ。 You might be overthinking it. Can't I call the police? No, let's not do the police.でもね、逆に考えてみて。運よく優しい人に接触できて記憶喪失ですって教えたとする。そうしたら君はどうなるかな。順当に考えれば記憶がありませんなんて言ったら強制的に病院行きじゃない？記憶が戻るまで保護って名目で病院とか家とかに軟禁状態になるんだろうね。多少は外に出るにしても基本閉じこもることになるでしょ。普通はそれでいいんだろうけど、君の場合はそれじゃ困るの。
君の記憶は脳や精神のトラブルでなくなったわけじゃないよね。僕っていう存在によって押し出されてしまったものなんだ。だから病院や家で保護されても君の記憶が戻るわけじゃないし、むしろ刺激がなければ悪化する。病室で誰とも会わずにぼーっと過ごしてたらいずれひどいことになるよ。それこそ水の飲み方とか呼吸の仕方とかすら忘れてくかもしれない。そんな恐怖のバッドエンドを回避する明日のためのその1、情報収集。できるだけ積極的に人と会って、もともとの自分がどういう人物だったか探るんだ。自分が何者で、家族は誰で、どんな交友関係があって何をしていたか。そうやって情報を増やして記憶の外堀を埋めていくんだよ。そうすればきっとそれがトリガーになって君の記憶は戻っていくはずだ。そうしていくうちに今度は僕が押し出されて君から分離できるはずなんだ。今の状態じゃすごくリスキーだけど、それが一番確実な方法だと思う。ごめん、不安にさせる話ばっかりしちゃったね。でもまあ、まずは家族に相談すればいいんじゃないかな。精霊が精神に住み着いたって言って信じてくれるとは限らないけど、最低限君の情報は教えてくれるよ。後のことはそれから考えるとしよう。さあ、それじゃあ君の住む現実の世界へ戻ろう。やり方は簡単だよ。目を閉じて思い浮かべるんだ。記憶を失った君が何かを思い浮かべることができたなら、それが君の望む世界だよ。ただその世界は複数あると思うから、君がこれだと思う世界を選択して。 Oh, different worlds. Heart world, spade world, clover world, and diamond world. You know, since I like the anime Black Clover, I'm gonna go clover world. I know they're not the same stuff, but still clover.Encounter Orient, clear the prologue. Ah, 目が覚めた。気分はどう？どこか痛くない？僕のことわかる？Okay, so Orient, Bug, who are you? So I can. Okay, let's just.パラレルの中間で話したことはちゃんと覚えてるみたいだね。うん、気分も悪くなさそうだ。まずは一安心だね。はい、おふざけはここまで。一応改めて言うけど、僕の名前はオリオン。もちろんちゃんと覚えてるよね。これから君の相棒になる精霊だから、くれぐれもよろしくね。さて、それじゃあまずは家族に相談してみようって話だったね。家族から君の情報を聞けば記憶なんてすぐ戻るよ。ただ問題はね、君一人暮らしみたいなんだよね。いや、君が寝てる間に家の中を見て回ったんだよ。君んちワンルームマンションみたいだね。日当たりよし、収納多し、風呂トイレ別、室内洗濯機か、築年数も割と浅め。モニター付きインターホン完備、解錠ボタンがついてるとこを見るとオートロックのマンションなのかな。セキュリティも万全ってわけだね。君って見たところ高校生か大学生くらいだと思うんだけど、問題は相談できる家族がこの場にいないってことなんだよ。単に一人暮らししてるだけなのか、天涯孤独の身の上なのかはわからないけど、ねえ、君自身はこの部屋を見てみてどう？何か思い出さない？ Okay, let's go. Nothing looks familiar. I can't remember anything. Nothing looks familiar. あれ？もしかして君の部屋じゃない可能性もある？いや、そこまで考えてたらキリがないか。他人の部屋でパジャマ着て寝てたなんて不自然だもんね。とりあえず君も部屋の中を見てみてよ。引き出しの中とかさ。僕、人類のものには触れられないから、そのあたりはノーチェックなんだよね。But can you just fly inside? 僕が見て分かったのは、君が一人暮らしだってことと、今が8月らしいってことくらいかな。
ほら、カレンダーが8月になってるでしょ。その割には快適な温度だけど。ということで、まずは自由に探してみてよ。Let's check in the drawers. 筆記用具に、便箋、封筒。君がどういう人なのかが分かるようなものは全然入ってないや。Okay, let's go bookshelf. アルバムらしいものはないか。写真があれば有力な記憶のトリガーになりそうなのにな。他に置いてあるのは難しそうな本ばっかりだね。基礎心理学、臨床心理の現在。君って心理学の勉強をしてたのかな。Let's check the bed. さっきまで君が寝てたベッドだね。There's nothing on the bed. ついさっきまで寝てたはずなのに、こんなに綺麗。そういえば君、起き上がるなり自然にベッドメイクしてたよね。Okay, so nothing there. Let's check along the double doors. 雑貨入れだね。特に見るべきものはないかな。奥に何かある。なんだろうこれ。って、ただの少女漫画じゃない。こんなのいちいち隠さないでよ。Trash can? お菓子の空箱が捨ててあるくらいだね。still nothing. Let's check the, maybe the bag. あ、学生証があった。よし、これだけで随分いろんなことがわかるぞ。やっぱり君の名前は君が自分で思い出した通りの名前だったみたいだね。それから、君は大学生みたいだ。心理学科の1年生。学校の住所も書いてある。これならちゃんと学校には行けそうだね。でも待てよ。今は8月なんだよね。それだと大学は夏休みじゃない？精霊なのに大学の夏休み期間なんてよく知ってるなって僕こう見えても人類の常識には結構詳しいんだ。あれってことはラッキー、これで今月中は猶予ができたね。大学が始まって雑多な人類の思惑や欲望にさらされる前に記憶を取り戻せるかも。たくさんの人に会えば会うほど記憶を取り戻す可能性は高まるけど、騙される可能性も高くなるからね。夏休み中で自由な時間があるのはすごく運がいいよ。今月いっぱいを目標に頑張ろう。Yes, let's hurry. I don't mind meeting other people. Yeah, let's hurry. I don't mind meeting other people. まだそんなこと言ってるの？いい？そんな甘いこと言ってるとすぐ悪い人類に騙されちゃうんだからね。人類の 99% は自分の欲を満たすことしか考えてない貪欲な生き物なんだよ。人類の世界に降りたことのある先輩から僕も怖い話をいっぱい聞いたんだ。だから君も絶対油断しないで。変な人に騙されちゃダメだよ。それじゃあ、携帯発見。これだよこれ、最高の情報源。中身をチェックしてみよう。It's gonna be password protected. メールや通話の履歴を見れば何か思い出せるかもしれないよ。Right, let's have, hurry and look. I'm a little scared. Okay, let's hurry and look. お母さんとか親友とか疑う余地なくはっきりきっぱり書いてないかな。早速情報発見。今日は8月1日みたいだね。ほら、ディスプレイに表示されてる。やったね。夏休み丸々1ヶ月余裕がある。それじゃあアドレス帳を見てみようよ。家族っぽい人の番号がないか調べてみよう。なんなら片っ端から久しぶりとか言って電話かけてみたっていいよね。なんか情報のかけらくらい喋ってくれるだろうしさ。携帯って情報の宝庫だよね。で、あれ？
アドレス登録件数1250件？まさかの4桁？君って友達多いね。あ、歯医者の番号とか学校の番号とかもたくさん入ってる。なるほどね。いや、それにしたってこの件数はないでしょう。君こまめに登録しすぎ。このアドレス帳全部チェックすればどっかに情報隠れてるかもしれないけど。何もわからないかもだし、そこまで手間かけてらんないね。次、メール履歴って、あれ？受信メール総数5件？1250件もの連絡先を登録しておきながら受信メールはたった5件？君ってちょっと寂しい子だったのかな、なんて。あ、ごめんね、あんまり追求しないよ。5件のメールをくれたお友達は誰かな。あ、みんな同じ人からだ。しかも、あれ？なんだ、一番古いメールが3日前じゃない。わかった、君さ、携帯買い替えたばっかりだったんだよ。ほら、よく見てみたらこの携帯ピッカピカじゃん。見るからに新品だよね。で、3日前に買い替えてから今までに届いたメールが5件ってわけだ。うん、それなら納得。それじゃあこの5件のメール内容をチェックしようか。それではまず、君が携帯を新しくしてから最初に届いた記念すべきメールから行ってみましょう。 So, message, yeah, well, okay, inbox from Kent, no subject, good night and confirm button close. シンプルだね。よっぽど親しい人なのかな。まあいいや、それでは次のメールに行ってみましょう。さあ、2番目のメールは？ Inbox Kent, no subject, good morning, and confirm button closed. That's just so... とてもシンプルだ。 It's good night again, good morning again. Okay.同じ人から同じ内容じゃん。しかもほぼ同じ時間。はあ、数少ない情報源なのにさ、この人は何がしたいの？ He might be a little upset. He might not be a good writer messages. Let's go the second one. まあ、好意的に解釈すればそういうことかな。それにしてもこいつ、本当にめちゃくちゃ律儀にメールしてきてるよね。やる気ゼロっぽいのに。一言だけのメール、毎朝毎晩の挨拶、男の名前。ここから僕が推測できる関係はたった一つ。こいつは割と高い確率で君の彼氏だ。じゃなかったらこんなメール連続で送ってくるなんてうざすぎて着信拒否者だよ。あ、噂をすればだよ。はいはい、順番からするとおはようかな。 Oh, Kent, I'm at Miyado, no, it's Ichizushi, let's talk, I'll wait until you show up. Okay, there is in some location. これっていきなり別れ話モードに入ってそうな雰囲気だね。もしかして不愛想な彼氏に君がキレたって感じかな。やれやれ、いきなり難易度高いな。で、ちょっと待った、何返信しようとしてるの？よく考えて。あのね、今の僕の推理が正解なら別に返信しても構わない。でも違うかもしれないんだよ。こいつがもし単なるストーカー野郎だったらどうするの？ほら見てよ、送信メールの方、君からは一度も返信してない。誰かもわからないやつに返信するくらいだったら直接会って反応を見た方がマシ。とりあえず会いに行ってみて、ヤバそうなやつだったら無視して帰ってきちゃえばいいんじゃない？でもさ、もし君の彼氏だとして、彼氏との喧嘩って大抵ものすごくくだらない理由だよね。例えばこの不愛想すぎるメールが原因で喧嘩したとかだったら別に何の問題もないわけだ。もし真剣に交際中の彼氏だとしたら、記憶喪失の相談相手になってくれる可能性はとっても高いよね。
そう考えると、いきなり彼氏らしき奴が浮上した今の状況って結構ラッキー？うん、いける。これはいけるよ。よし、それじゃあ早速メイドの羊ってとこに乗り込もう。ってどこだよ、それ。いや、でもここで話し合おうって呼び出すからには話し合いができる場所だよね。あ、そういえばこの世界にはネットっていう便利なシステムがあるじゃない。メイドの羊がなんだかわからないけど、変わった名前だし調べてみたら案外簡単に出てくるかも。メイドの羊、メイドの羊と、お、そんな妙な名前の店が一軒だけあるね。何？あなたのメイドと羊がいつでもお帰りをお待ちしております。これは。メイド喫茶で羊喫茶なコンセプトカフェってやつかな。そんな店を大事な話し合いの場所に指定してくるこのケントって男は一体何？まあとりあえず喫茶店の一種には違いないし、ここで正解っぽいかな。よし、ケントとやらの趣味については後で追求するとして、とりあえず道順を調べようか。っていうか今いる場所の住所もわかんないんだけどさ、多分一度外に出れば電柱か何かにでも書いてあるんじゃないかな。で、その住所からメイドの羊までの道順を検索して、とりあえずお店に行ってみよう。しっかしなんだね、ちょっと涼しいよね。これ秋とかの気温だと思うんだけど。ねえ、8月って何かの間違いじゃない？携帯買い替えた時に日付が違ってるの気づかなくてそのままとかさ。いや、わかってるよ。カレンダーも8月だったよ。でもこの世界の8月ってこんなに気温低くないと思うんだ。こんな異常気象じゃ人類の君は風邪をひくし、そうすると君と同化してる僕も辛いんだけど。いや、まあ異常気象による人類の危機についてはとりあえず横に置いておこうか。今問題なのはメイドの羊だよ。でもってケントだよね。プリントアウトしてきたこの地図を見る限り大きな駅の近くみたいだね。歩きついでに見慣れた景色を見て君の記憶が蘇るといいな。おお、でっかいビルが見える。きっとあっちの方だね。見覚えはある？わかんないかな。うんうん、駅近っぽくなってきた。ずいぶん生活臭がなくなってきたね。地図だとこの近くなんだけど。お、繁華街に出た。おお、あったよ、メイドの羊。着替えとか住所調査とかもろもろ含めてここにたどり着くまで約1時間半。ここまでは順調だったけど、問題はここからだよ。彼氏かもしれないし、ストーカーかもしれない正体不明の男と記憶喪失だってバレないようにお話をする。しかもお話し合いの内容は多分別れ話だっていう超高難易度問題だ。ごくり、覚悟はいいね。それじゃあ行こうか。へえ、意外にレトロで落ち着いた雰囲気のお店なんだ。別れ話なんて深刻な話をするにも案外合ってるかもね。で、そもそもケントってドイツなんだろう。君か。あ、この人？ってなぜ猿？お前か、ずいぶん待ってたよ。あ、この人か。で、また去られた。 Okay, so it's Bartlett, and this character I'm playing was here quite a lot. 二人とも単なる知り合いなのかな。彼氏がここで待ってるのを知ってて挨拶で声かけときました的な感じ。あれ、でもあの二人この店のウェイターだよね。なんで君の名前知ってんの？もしかして君ここの常連だったのかな。
まあそれはそれとして、ケントはどこだろう。I should sit down for now. I'll try asking someone. Let's just sit down. そうだね。知らない道を歩いてきて疲れたもんね。よし、とりあえず君の好きな席に座ろう。話があるのは向こうだ。話したければ向こうから来るはず。というわけで着席。うわ、でかい人。何のつもりだ。私の前には座りたくないという意思表示か。それならなぜこの店に来たんだ。私はね、君、独身術が使えるわけではないんだ。口にしてもらわなければわからない。君が私の態度に対して文句を言いたいのは分かった。だが、それならば要求をもっと明快にしてもらいたい。ああ、こいつがケントか。私は女性との交際について私なりに調べた上で行動している。その上で足りない部分があるなら善処しよう。だがまずは不満を言ってもらわねば始まらない。オーケー、こいつは間違いなく君の彼氏らしい。でもって君とこいつが喧嘩してたのも間違いなさそうだ。聞いているのか。何とか言ったらどうなんだ。よくわかんないけど、とりあえず何か答えなきゃだよね。で、あれ？喋るってタメ口で？それとも敬語？こいつ年上だよね。君、自分が年上の彼氏にタメ口で喋るタイプだったかどうか。わかるわけないよね。どうする？Please have a seat, sit down. Let's just say, please have a seat. Let me say for me, this is the correct one. Just sit down. Chigata? Kimi, sumanai ga watashi no kohi o kono seki, sore kara kanojo ni cafe ore o. Kashikomarimashita. De? Are kana?とりあえずノーリアクションってことは敬語が自然だったのかな。でかいよ、怖いよ。なんだと言うんだ一体。文句があるならいつものように縦板に水でまくし立てればいいだろう。そうすれば私の方もいつも通り論破させてもらうだけだ。黙っていては何が不満なのかわからない。なあ、議論に負けるのが怖くて黙っているのか。首相になったものだな。どうせ首相になるなら、たまには素直に謝るという芸でも見せてみたらどうだ。そうすれば万事解決だ。何しろ私は別段怒っていない。怒る怒らないなどという段階ですらない。なぜなら私には未だになぜ喧嘩になっているのかさえ分かっていないんだからね。分かってないくせにむちゃくちゃ喧嘩腰だね。あの意味のないメールがうざいとか、いちいち上から目線がムカつくとか、不愛想で怖いとか、でかくて怖いとか。記憶を失う前の君の不満は想像するしかできないんだよね。向こうも分からないならいっそ謝って喧嘩を終わらせちゃうって手もあり。本当に何が不満なんだ。言えない理由でもあるのか。なら何をしにここへ来たんだ。昨日はあれだけ怒っていただろう。いい加減黙り込むのをやめろ。不満があるなら端的に言え。I'm sorry about yesterday. I don't like that attitude. Yeah, let's. Dude, I'm sorry about yesterday. 君、どういうつもりだ。なぜ謝る？何があったんだ？何の理由もなく突如謝る気になったなどとは言わせないぞ。そんなことは起こりえない。あのさ、謝っただけでそこまで驚かれる君って今まで一体どんな態度してたの？どうしたんだ？まさか脳に障害でも起こしたんじゃないだろうな。え、何？ちょっとやばいくらい疑われてる？まさか君から謝るとは。世界には割り切れない謎がまだ山と残っているな。
謝っただけで世界の謎とまで？その、なんだ。私も悪かったな。君の不満はわからないが、とにかく大人げない物言いをした。すまなかった。今のは結果オーライかな。まとまらないならいずれ話してくれればいい。もちろんメールでも構わない。今現在特に言いたいことがないようならもう店を出よう。長居をしてしまったからな。今日の君は本当におかしい。すまないが、この宅の会計を私の分と一緒にしてくれないか。かしこまりました。少々お待ちください。ふう、なんとかこの場はしのいだみたいだね。しのいだっていうか、黙ってたらこいつが勝手にいいように解釈してくれたんだけどさ。まあ、こいつ自身怒られてる理由を分かってなかったとこを見ると、深刻な問題じゃなかったんでしょう。浮気してたとか、借金してたとか、暴力振るったとか、その他大問題があったなら、当然本人も分かってるはずだし。何をぼーっとしている。会計を済ませて出るぞ。ここの勘定は私が持とう。いや、君は計算が苦手だったな。少し日常生活を利用して鍛えた方がいいと常々思っていたんだ。では君がすぐに合計金額を暗算できたら会計は私が払おう。できなければ公平に半額ずつだ。 Oh no。 え、なんでいきなりそんな話に。記憶喪失だけで手一杯の人間に殺生な。私の頼んだブレンドは670円。君に出してもらったカフェオレは780円だ。さて合計は。So something 700 and something 600. So 76 is 1300. So maybe this? 不正解だ。Oh. Great. まったく教えがいのない教え子だな。え、教え子？悪いが半額払ってもらおう。これも君のためだ。では今度こそ行くか。Wait, how much was it? 教え子って何？もしかして教師と生徒の禁断ラブなの？っていうか、ラブでも何でもない単なる教師と生徒だったりして。いや、さっき女性との交際がどうのって言ってたよね。間違いなく君の彼氏だよね。Okay. で、悩んでる間に出てっちゃったし、追いかけよう。少し歩くか。それより教え子の剣を。で、こいつ歩くの早。これ競歩？ねえ、置いてかれちゃうよ。どこに向かってるのかな。あの、せめて雑談とか何かないんですかね。ねえ、君からも何かって下手なこと言えないか。駅？ここからどこか行くのかな。え、まだ歩くの？あれ、ここって来るときに見た覚えがあるような気がする。ここ君ん家の近くだよね。もしかして送ってくれたのかな。わ、家着いたね。やっぱ送ってくれたんだ。すっごく不愛想だったけど意外と紳士かも。
もう少し歩くか？はい？私には特に興味を惹かれるものがないのだが、君にはあるのか？あるなら言ってくれ。あの、何を言ってるんだかわかりません。この競歩の目的は何？健康維持？ Thank you for walking me home. Why did you will we walk all this way? Question mark. Let's go to the second one. 意図が伝わっていなかったのか。デートのつもりだが。デート？これが？友人に付き合い始めの男女が取るべき行動を聞いたら、無目的に駅前などを歩けばいいと言われた。だからその通りしたまでだ。だが、これに何の意味があるんだ？いや、その友達は多分、ウィンドウショッピングをしろって意味で言ったと思うんだ。私には男女交際の仕方などよくわからない。繰り返すが、要望や不満があるなら、具体的かつ端的に伝えてくれ。では、特に何もなければ私は大学に戻る。またメールする。言っちゃったよ。謎の時間だった。まあ、あれだ。はっきりしたのは、ケントが君の彼氏で、しかも二人はまだ付き合い始めたばっかりってことだよね。君のこと教え子って言ってたけど、大学の講師にしては若すぎるよね。教育実習か何かで一瞬教えたのかな。うん、とにかく真面目そうな彼氏なのは間違いない。でも問題は、真面目すぎていろいろ間違っちゃってるってとこだ。記憶喪失だって言えば心配してくれるだろうけど、疑う余地なく 100% 病院行きだろうな。まあ、とりあえず当面の問題はなさそうだし、あいつから君の情報をたぐっていこうか。あ、早速メールだ。You said you're not satisfied with just good morning and good night, so what else do you want from, want me to write?君に文句言われたのを真面目に捉えてるんだね。まあ、記憶を失う前の君があいつに恋しちゃってたなら、何か優しい言葉が欲しかったのかもね。例えば、会いたいとか好きだとかそういう言葉がさ。喧嘩の原因はやっぱりそっけないメールかな。ものすっごくしょうもない喧嘩だね。それでこのメールにはなんて返信しとく？ You don't need to force yourself to text me. Good morning and good night are enough. Yeah, let's say it's a good one. What? And after you complained so much yesterday? You were so stubborn about it, what's with the sudden change?I'm trying to adapt to what you consider a relationship. I'd prefer if you express your complaints. To be honest, I'm not very capable at texting the way you like. It would be much easier if I could just send a short message. Fine. 複雑な男心だね。めっちゃめんどくさいけど、彼女への点数稼ぎもしたい。難しいところだよね。とりあえず情報の引き出し口は見つけたね。今日はそれだけでも十分だよ。あいつは相当変だけど、少なくとも悪いやつじゃなさそうだし、当面接触してもいいんじゃないかな。精霊が取り付いたなんていう突飛な相談だって、いつかはバカにせずに聞いてくれるかもしれないよね。うん、可能性はいつだってゼロじゃない。大丈夫、心配しないで。きっと君の記憶は戻るよ。それまで僕がついてるから。とりあえず明日は改めて部屋の中を探してみようか。
今日は細かいところまで見てないしね。とりあえず今日は疲れたし、もう休もう。August the 2nd. ちょっと待って、それ何？今君がめくってたその手帳、ちょっと一つ前に戻して。ほら、そこに書いてある8月の君のスケジュール。この毎週木金土曜日につけられてる赤丸印って一体何のマークだと思う？普通に考えたら毎週同じ曜日に入ってる用事ってバイトか部活じゃない？例えばこれが部活の予定だったとするよね。部活にはたくさんの部員がいる。みんな君のことを知ってて君が来るはずだって思ってるよね。このまま漫然とその日を迎えたら、すぐになんであいつは来ないんだって大勢から探されるんじゃない？今日は火曜日、次の赤丸印が木曜だから今日を入れて2日の猶予がある。今日明日で用事の内容を探って準備しておかないとまずいよね。今のところ情報の糸口になりそうなのは、記憶を失う前の君を知ってる3人の人たちかな。彼氏らしいケントはもちろん、昨日のお店にいたウェイターさんも君のことを知ってそうだったね。まあ付き合い浅そうとはいえ、仮にも彼氏なんだし、ケントから当たるのが順当かな。Oh, incoming call. って電話来るタイミング良すぎでしょ。まあちょうどいいや。なんとかきっかけを見つけて君の予定を探ってみよう。今日は来ないのか？は？今日はバイトではないだろう。まさかとは思うが、一昨日の件をまだ怒ってるのか？お望みならもう一度謝ろうか。一昨日は悪かったな。で、今日はもう来ないのか？もしかして今日はケントと会う約束してたのかな。今日はバイトではないだろうって確認してるってことは、バイトのない日は会う習慣があったの？てかバイト？あの手帳の丸印はバイトか？それってめっちゃやばいよ。君は何にも覚えてないのに。どうしようか。なんとかバイト先を聞き出せないかな。そしたら今日明日で様子見られるし。どうした？予定があるのか？Do you want to meet me at my work? Would you like to take a walk to my work? 何？昨日散歩していた時、君は楽しんでいないように見えたのだが、やはりあれで良かったのか？いや、良くないよ。競歩なんて全然良くない。まあ、君も知っての通り、私にとって散歩は日課だからな。悪くない誘い文句ではある。しかし、わざわざ休日に職場へ行きたがるとは、奇特な人間だな、君は。だいたい、昨日も行ったばかりだろう。え？ああ、なるほどね。大方君は、昨日店に忘れ物でもしたのだろう。しかしそれを正直に言うと、私にからかわれると思って適当な理由をつけて店に行こうとしている。そんなところではないかな。バカ正直な君にしては珍しく考えたな。しかし知っているか、個人は言っているぞ。下手の考え休むに似たりとな。要するに昨日の店がバイト先なんだね。バカにされただけでバイト先判明してラッキーだったかも。でもそうか、だからウェイターさんたちが君の顔と名前を知ってたんだね。さてどうしたものかな。誘いはありがたいが、私は研究を進めたいんだ。は？今日会おうって話じゃなかったの？もし私の野暮な想像が当たっているなら、忘れ物を取りに行ってからこっちに来ればどうだ。それでも十分時間はあるだろう。ちょっと待って、
こっちに来ればって言われても、まずどこにいるの？ケントの家？場所知らないよ。っていうか、できればバイト先でお茶しながらじっくりバイトの様子を見たいよね。ねえ、どうする？なんて答えようか。It's because I don't feel confident in my work. I want to watch the service at the cafe. Oh no. It's taken, Tejun. It's because I don't feel confident in my work. Tejun, you don't have confidence? You've been starting that job for 4 months. Have you done something wrong? Well, if that's the case, you can borrow the manual from the store and come here. Then, right?言いたいこと言って切っちゃったよ。でもマニュアルを借りるってのは名案だね。よし、まずはメイドの羊へゴー。おかえりなさいま。君か。Oh, wow. Okay. 昨日も思ったんだけどさ、この人ウェーターさんなのにすっごい愛想ないよね。羊さんがこんなでいいの？今日はムーン社員ビルでイベントがある。満席だ。え、ああ、本当だ。今日は人でいっぱいだね。これじゃあ、一応スタッフのはずの君が席を占領するってわけにはいかないか。I came to check in on the cafe. I came to borrow the manual. マニュアル？ああ。君は先週客にティースプーンを出し忘れていた。う、そうなんだ。君の工学心は立派だ。マニュアルの貸し出しは店長権限で許可する。This is the manager. この人店長だったんだ。マニュアルだ。とりあえずお礼言っとこうか。うなずいて去って行っちゃった。なんか幽霊みたいな人だね。ちょっと店長怖かったけど、無事にマニュアル借りられてよかったね。店の様子見はできなかったけど、マニュアルがあればいいでしょう。バイトの日だと思われる木曜日まであと2日。みっちりマニュアルで勉強すればきっと記憶なくても大丈夫だよ。で、次はケントのところへ行くかどうかか。まあ、どこにいるのかもわかんないし、とりあえず帰ろっか。あれ、ケントだ。なんでこんなとこ歩いてるんだろう。もしかして君のこと迎えに来てくれたのかな。っていうか、歩きながら何か考え込んでるみたいだけど。とか言ってるうちに電柱にぶつかってるし。邪魔な電柱だな。ああ、君、もう帰ってきたのか。散歩がてら迎えに来た。行くぞ。で、電柱にぶつかった件は鮮やかにスルーですか。それに行くって、どこにだろう。どうした？来ないのか？君は今日うちに来ることに対して初めから否定的だな。やはりおとといの件を気にしているのか？だから文句があるならあると素直に言えばいいだろう。聞いてやると言っているんだ。そうでないならなんだ？もう別れたいのか？だとすれば素晴らしい速度での意見転換だな。君と私が付き合い始めてからまだ1週間と経っていないのだが、君はもう白旗をあげるのかな。うわ、まだ1週間も経ってないんだ。なんだ、一言の反論もできないのか。いつも通りスズメのようにさえずってくれて構わないんだぞ。っていうかさ、わざわざ迎えに来といてなんで思いっきり毒づいてるわけ。普通付き合って1週間のカップルって嬉しい、恥ずかしい、青春のメモリアル作成中じゃないの？この殺伐とした関係は一体何？で、
結局君は私の部屋に来るのが嫌なのか？ No, I'm coming. I'm not sure about going to a guy's house. Let's go for the first one. そうか、ならばいいんだ。男女交際の第一段階は可能な限り共に過ごすことだそうだからな。どうも調子が狂うな。昨日からの君は塩らしすぎる。私は別に喧嘩をしたいわけではない。君の意向を聞きに来たんだ。じゃあ喧嘩越しで話さなきゃいいのに。分かってもらえたならば行こうか。だってさ、行こう。まあこいつの硬さっぷりだと身の危険は全く考えなくても良さそうだね。このままついていけばこいつの家の場所もわかるし、考えようによってはラッキーかも。へえ、都心のこの場所にこの家か。結構裕福な家なんだね。気にせず上がってくれ。今日も両親はいない。どう？君も来たことあるはずだし、何か思い出せそう？あ、意外。見て見て、机の上、観葉植物だらけだね。ふーん、もっと無機質な部屋かと思ったよ。もしかしたらこいつ、心の中は案外優しかったりして。ん、鉢にラベルがついてる。Fluid, vegetable, juice, nutrition, hamster food, interval once per week. Hamster food. で、なんだこれ？何してんの？隣のは？ Fluid, lacid beverage, nutrient, bird food, interval once per week. なんだ、ヨーグルト層に何か異変でも起きてるか？ずば抜けたネーミングセンスだ。特に何もないようだが。では適当に本でも読んでいてくれ。私はスライドの準備が遅れている。昨日今日と時間を浪費したからな。って連れてきといていきなり放置？男女交際について勉強したって言ってたけど、ちょっと本気で勉強し直した方がいいんじゃないの？仕事だか研究だか知らないけど、これじゃあ記憶を失う前の君が切れたのはごく自然だと思うよ。はあ、まあいっか。今の君にはこいつを好きだった記憶そのものがないんだもんね。一応こっちはこっちで、あさってのバイトまでにマニュアルを覚えとかないといけないわけだし。ケントのことは気にしないで、勝手にバイトの勉強してよっか。あ、もうこんな時間なんだ。勉強したね。ん？帰るか？帰ります。だってもう暗くなりそうだしね。え、今日は怒らないのか？一昨日と一体何が違うんだ？全く理解できないな。ん？どういうこと？一昨日も似た状況だったのかな。だけど今日の君は怒ってないと。そりゃ理由は何にしろ、記憶を失う前の君が怒ったのはきっとケントのこと好きだったからだよね。だって好きじゃなかったら構ってくれないとか、メールがそっけないとかで怒ったりしないもん。はあ、そっか。記憶をなくす前の君はこいつが好きだったんだよね。申し訳ないけど、一体どの辺が好きだったのかわからないよ。君は昨日から本当におかしいな。まあいい、下まで送ろう。ねえ、本当に君はこいつとどういう関係を築いてたんだろうね。喋ってくれない上に、そもそも付き合いの浅い彼から何か情報は引き出せるのかな。
こんな朝っぱらから。メール？ Oh, it's Kent again. I forgot to mention this earlier, but I'm normally at the university laboratory on Wednesday. If you don't have any other plans, you can come by. Have you visited the university before?It's near your house. You should be able to get there easily as long as you have a sense of direction. But if something happens, call me. はぁ？何も大学の研究室にまで彼女を呼び出さなくても。行ったところで昨日みたいに放置されそうだけどな。それにしても、来たことがあったかって疑問形で聞くってことは、君とは別の大学なんだね。教室と生徒の禁断ラブの線はなしか、チェ。いや、障害は少なければ少ないほどいいんだけど、それなら何の教え子なんだろうね。付き合うことになった経緯なんて、きっと君にとって大事な記憶だろうし、ケントとの関係性はぜひもっと探っておきたいよね。じゃあとりあえず大学の研究室とやらに行ってみる？大学の名前は教えてもらえたから、前みたいにネットで調べれば自力でたどり着けるんじゃないかな。まあ、家にいても刺激がないし、またバイトのマニュアル持ってって、ケントの横で読んでればいいよ。よし、そうと決まれば、着替えて聖地大学に出発だ。 Are we going to the university? 1 hour later.よし、問題なくたどり着いたね。こんなに簡単でいいのかってくらい。ケントは研究室にいるって言ってたけど、何研究室なんだろう。付き合って1週間とはいえ、さすがに前の君もそのくらいは知ってたよね。直球で何研究室にいるのとか聞いたらまずいよね。どうしようか。迷ったら電話しろって言ってたけど、電話したら確実にバカにされるし。I'll try calling Kent. I'll try asking some people around. Let's just call him. まあ、嫌味の一つや二つは覚悟して電話してみようか。No, he's not gonna pick up, right? あ、とりあえず何研究室とか聞かずに迷いましたって言えば記憶喪失は疑われないと思う。そんなことだろうと思ったよ。今君を迎えに行こうと思って下に降りたところだ。今どこにいるんだ？しばらくそこを動かずに。ここまで来て迷ったのか。私の研究室を知っている人間ならその辺をうようよと歩いている誰かに場所を聞けばいいだろう。君は本当に頭の回転が悪いな。だが君から頼られたのは、いや、電話をもらったのはこれが初めてかもしれない。君が道を聞く相手として他の人間より私を選んだのなら、その判断は的確と言えるだろう。そのなんだ、行こうか。なんだよ、照れるなよ。てか付き合ってるくせにこっちから電話したの初めてって。君メールの返信もしてなかったよね。何なの？ケントが好きだったんじゃないの？二人して複雑だな、もう。入って好きにしてくれ。この部屋は数学科の院生以上が研究に使う共有空間なのだがな、実質的には私の私室のようなものだ。特に水曜は誰もいない。友人も好きに入り浸っている。君も楽にしてくれ。あ、やっぱり放置された。楽にしてくれって言われても見るからに職場っぽいこんな場所でくつろげないよね。にしてもケントは数学科に在籍してるんだね。うん、そんな感じ。何の研究してるのかな。陰性以上が使うって言ってたから陰性以上なのは確実だよね。いろいろ聞いてみたいけど邪魔に思われそうな気もするね。バイトの勉強もしなきゃだし。どうする？話しかけてみる？
Rhea likes to talk, and dot dot, you know, let's just Rhea like to talk. 話？君と私の間に何か有益な議論が成立したことがあったかな？サンプルがあれば聞かせてもらいたいが。私の知っている限り、君が拙い疑問を呈して私に時間を浪費させるか、口論になるかの二択だったと。ああ、もしや君の言っているのは議論ではなく会話ということかな。私も友人との間では議論に満たない雑談を交わすことがある。その類のものを要求されているのだろうか。そう、そうです。びっくりだ、話が通じた。もしや君の不満というのは会話が不足しているという点だったのか。しかし会話というのは自然発生するものであって要求されてするものではないだろう。やぶから棒に会話をしろと言われても難しいが、そうだな、何でもよければ話をしよう。これはせいぜい雑談程度の話だが、私の専門としている数学という学問は常々誤解されがちだが、純粋な数学論理のみを論じているとは限らない。実際純粋数学の分野では論理と定理をいかに美的に構築するかという問題を重要視するが、私は否定的だ。私の興味は主に定理を利用して物理現象をどう定義するかという部分に集中しており、その手法として。長くなりそうだね。はあ、はあ、疲れた。どうする？そろそろ帰る？いきなり立ちはだかるな。でかくて怖いんだから。君はなぜ怒らない？なぜ文句を言わない？君の態度には疑問点が多すぎる。3日前の喧嘩の後、君に何が起こったんだ？もしかしたら君も私と喧嘩をすることに飽きたのではないかと思うのは私の勝手な考えだろうか。え？交際の第一段階は可能な限り共にいることだと聞いたが、では第一段階はどこで終了なんだろうか。共に時間を過ごすことで何が変わるのかわからないが、実際に君の態度は変わったようだ。これを私はどう捉えたらいい？もし君が私への気持ちを少しでも変えてくれたのなら、私は。動くな、動くと死ぬぞ。あお？クラブ。は、誰？一級か。私の嗅覚も落ちたものだな、君の侵入に気づけないとは。僕の勝利だよ、ケン。何か家族に残したい言葉はあるかい？そうだな、私は精一杯戦ったと伝えよう。って何なのこのノリ、いきなり何やってんの？あんた誰？さあ答え合わせをしてみるがいい。君の数学パズルは解いてみせた。正解だ。腕を上げたな、一級。君のおかげでね、ケン。何なの？ケンとの友達なの？あれ、この可愛い子誰？数学科の子？なんで黙るわけ？彼女は私が現在交際している女性だ。わ、wow. Brilliant like that. は？交際？何それ、真剣にってこと？また何かの実験とか研究とか観察とかじゃなくて？違う。はじめまして、僕は一休。一休なんて味気ない名前で呼ばないでね、お嬢さん。おい、何をしている？見てわからない？君が焼き餅を焼くっていう、一世紀に一度あるかないかの事態を見てやろうとしてるんだよ。ねえ君、僕の目を見て。そう、じっと。
一休、それだけは許さないぞ。へえ、怖いな。ケン、僕の力は信じないんじゃなかったの？やっぱりいつも見てるだけあって心配なんだ。ねえ、君の彼氏はあんなに焼いてるみたいだけど、君はどう思う？僕の方がいいと思わない？何このナルシー君。ケントもあれだけど、こいつはもっとあれだよ。I still prefer Kent. What are you talking about? You know what? Let's go, Kent. うわ、まだいいですって。君正直すぎだよ。え、ちょっと待って。何それ？聞いてないの？そういえばそうだな。嘘でしょ。本当に？へえ、びっくりだな。聞かない子いるんだ。何言ってんだろう、こいつ。聞くとか聞かないとか、何か催眠術でもやってたのかな。Clover vs. Spades。 君、改めて紹介しよう。彼のことは前に話しただろう。私の悪友だ。自分の目に媚薬のような効果があると信じている。いや、本当にそういう効果があるんだけどね。ま、あ、わかった。もしかして君、僕の目の力を跳ね返すくらい剣に惚れ込んでるんだね。ありえないな。で、なぜそこであんたが否定するんだ、ケント。彼女は私を嫌っているよ。いや、憎んでいるかもしれない。ん？ねえ、どういうことだと思う？ってあれ？聞いてる？君が私のことを嫌っているのは十分理解している。十分すぎるほどにね。いや、嫌いなどという言葉では生ぬるいか。もしかしたら私は憎まれているのかもしれないな。そう思えるね。どうした？何？頭がクラクラする。ねえ、大丈夫？どうしたの？大丈夫？貧血か？無理をするな。少しそのまま横になっていろ。すまない、嫌なことを思い出させたか。複雑そうな話だね。そうでもない。おそらく聞けば単純な話だ。特に君にとってはね。それじゃあ後で一杯飲みながらゆっくり聞こうか。そうだな。ちょっと待って！その話、僕たちも聞かせてほしいです。ね！ Can I get to? I'd like to go, but I can't write. 貧血で突っ伏している人間が何を言っているのかな？しかも君は未成年だろ。飲みに行くと言ったのが聞こえなかったのか？ああ、大人と子供の厚い壁が僕たちの情報収集を阻んでる。ごめんね、これ男同士の話し合いだから。ああ、性別の壁までもが僕たちを邪魔する。では私は帰り支度をするとしよう。君は良くなったら帰れ。はあ、話まとまっちゃった。仕方ない。今日は帰ろうか。はあ、今日はびっくりしたね。確信に迫る事実が聞けなかったのは残念だけど、でも記憶が蘇ったのは大収穫だよ。さっきめまいを起こす前に見えたのって君の記憶だと思う。突然過去のビジョンが映し出されたからショックでフラッと来たんだよ。きっと記憶をなくす前の君にとって強烈な印象のある出来事だったんじゃないかな。何しろ真っ白な記憶の中で初めて蘇ってきた思い出だもんね。私は君に憎まれているのかもしれないか。
ケントは変なやつだけど、憎んだりしなきゃいけない理由って今のところ全然見当たらないよね。君ってケントのこと好きだったわけじゃないのかな。ケントは君といつも喧嘩してたっぽい口ぶりだけど、それってただの痴話喧嘩じゃなかったのかな。まあとりあえず今日はゆっくり休もうか。明日から3日間バイトだしね。We are August 4th now. さあ、初めてのバイトの朝です。予習は十分かな？仕事の規則ややり方については、とりあえず一通りマニュアルを読んだよね。これでちゃんと中身を覚えられてれば、理論上は完璧にできるはずなんだけど、実際の仕事では予想外の事態も起こるだろうからな。見られてる？おはようございます、先輩。ああ、ずいぶん冷たい挨拶だけして行っちゃった。先輩って呼ばれたけど、バイトの後輩かな？それとも学校の後輩かな？あ、裏道に入っていった。あれ？あそこにこのビルの裏口っぽいのがあるよ。そうか、きっとあそこが従業員用の入り口なんだよ。よし、あの子に続け。おはよう。今日は二人とも遅かったね。あー、トーマさん、おはようございます。うわ、後ろに花飛んでそうな愛想の良さ。ちょっと、この子さっきと態度違いすぎじゃない？なんだか知らないですけど、先輩ってば入り口でぼーっとしてたんですよ。まあ何か店長にどやされる理由でもあるんじゃないですか。そっか、それは気の毒にね。若さんに怒られると俺でも肝が冷えるよ。ですよね。私なんかあの無言の圧力をかけられるたびにバイト辞めたいって思いますね。確かにね。なあ、わからないことがあったら若さんに見つかる前に俺に聞くんだよ。それから怒られてもあまり気にしないように。はあ、トーマさんってば本当優しいですよね。私がわからない時もどうぞよろしくお願いします。 So his name is Toma。 もちろん構わないよ。でもミネには少し過剰に頼られてる気がするな。あ、バレてました？Oh, her name is just mine. 若さんに聞きづらい気持ちはわかるけど。こっちの男って前ケントと会うためにここに来た時声かけてきたやつだよね。名前トーマって言うんだ。なんだか優しい感じのやつだね。この子はミネか。可愛いけど100枚くらい舌を持ってそうだね。話題の若さんっていうのは二人の上司っぽいし、この間の店長のことかな。うわ、いつからそこにいたんですか、店長。あ、着替えですね。ごめんなさい、すぐ着替えてきます。すごい、無言の要求を読み取った。あ、仕込みですね、行ってきます。同じ読み取り能力が求められるんだろうか。とりあえず着替えてこよっか。ミネの真似すれば着替えも大丈夫だよね。So how do you come to know which locker is theirs? へえ、これが制服なんだ。メイドって言っても和製メイドって感じ？うん、君よく似合うよ。その格好でニコニコしてれば多少失敗してもきっと笑って許してもらえるはず。
女の子の特権だね。よし、それじゃあ勉強の成果を試してこようか。あ、あれ、これ確かマニュアルに書いてあった気がするけど、何だったっけね。ねえ、覚えてる？ Oh no. 何やってるんですか、先輩。ぎく。うわ、先輩、そのミス、ちょっとバカっぽいですよ。くん、結構勉強したのに。昨日、ケントの長話に付き合って、マニュアル読めなかったのがかなり響いてるかも。もう店長のお叱り決定みたいな。大丈夫、君は君なりにちゃんと頑張ってるよ。Orion seems dead. 終わった。うん、記憶のない身で君はすごく頑張ったと思う。でもちょっと店長を怒ってるっぽいね。なぜ前より悪くなっている？すみません。とりあえず謝っておこうか。なぜだ？なぜだ？帰ったらもう一回マニュアル勉強し直そうね。このままじゃ呪い殺されそうだよ。記憶喪失になったくらいで殺されたくないよ。やっと怒られてる。うん、頑張ろう。呪い殺されないためにも、ミネにこれ以上バカにされないためにも。それにしても、今日は疲れたね。ま、当然だよね。記憶がないのにバイトなんてさ、無理難題だよ、本当。ごめんね、大変なことさせて。でも君、すっごく頑張ってたと思うよ。少なくとも、ちょっと調子が悪かった程度にしか疑われなかったもん。あれ、メールだ。Good work today. Okay. これってバイトから帰った時間を見計らってメールくれたんだよね。わあ、おはよう、おやすみと同じ一言メールなのに感動だよ。どうしちゃったの、ケント？突然乙女心が分かっちゃったの？どうする？なんて返信する？And a good job to you too, Kent. You know, let's do that one. What is this? But thank you, I'm quite happy. Wow, わかりにくいけど、向こうもかなり喜んでるね、これは。でも、優しくしすぎて、ちょっと疑われた？うん、じゃあ返信はこれで OK だね。でも、ケントのやつ、できる限り共に過ごすとか言ってたけど。木金銅のバイトが終わるまで会えないのかな。あいつのことではまだいろいろわかんないことあるのにね。ま、とりあえず今はいっか。明日もバイト頑張ろうね。Of August. Back to work. おはようございます。マニュアルの復習は十分した。昨日で実践訓練もした。多分きっと今日は大丈夫。よし、店長とミネを見返してやろう。おはよう。あれ、この子誰？何してんの？着替えないの？店長の石化睨みが始まっちゃうよ。そっか、
この子も同僚なんだね。バイトの同僚って昨日いた人で全員じゃなかったんだ。この子はミネと違ってフレンドリーだね。君とは仲良しだったのかな。ああそう、来てたんだ。君はいつもギリギリだね。あ、トーマおはよう。いや、私は朝弱くてさ。 Okay, so this is Sawa. でもこの子が朝からぼんやりしてるのって珍しいよね。そうだね。そういえば昨日も様子がおかしかったな。え、そうなの？普段ならやらないミスを連発して珍しく若さに叱られてた。マジで？めっ珍しい。もしかして彼氏と喧嘩でもした？そうなのか？なんなら相談に乗るけど。こら、トーマ、そこはこの子の心の友であるこの私が相談に乗るとこでしょ。男はこういう話に首突っ込まないの。ややこしくなるんだから。そうだね。なら沢に任せるよ。だけど話すなら後にした方がいい。そろそろ着替えないと若さんが来る。おっと、じゃあ着替えてこよっか。なんか黙って聞いてるだけで結構いい情報収集になったね。とりあえずあの女の子は沢ちゃんって名前で、君とはかなり仲がいいみたいだ。きっと君のことをいっぱい知ってるだろうし、後で話しようって言ってたよね。よし、それじゃあとりあえず目の前の仕事をバリバリこなしていこっか。よし、昨日よりはかなりマシなんじゃないかと。うん、お客さんに不審そうな顔されることもなくなってきた。このまま乗り切ろう。I like this bar, this loading screens. They're really cute. Wata, 燃え尽きた。お疲れ。あれ、何へばってんの？大丈夫？そういえば今日かなりテンパってたもんね。店長。よし。はあ、よかったね。うひゃー、あんた店長に睨まれてたんだ。本当に調子悪いんだね。どうしちゃったのよ。やっぱケントさんとのことで何か悩んでんの？ああ、ケントね。そっちの話も気になりはするけど、今はとりあえず休みたいよ。いや、もちろん実際に苦労して走り回ったのは君であって僕じゃないんだけどね。僕、君と同化してるから君の疲労とか辛労とか全部もろに感じるんだよね。まあその気になれば感覚は遮断できるんだけどさ、そうすると君のこと分かってあげられないし。うわ、顔暗いね。もしかして相当ヤバい事態？まさかすでに別れちゃいそうな予感とか？あ、ケントのことで悩んでるって思われちゃったかな。それともやっぱ付き合いだしたら本気で留学のことが答えてるの？分かってたこととはいえ1年は長いもんね。留学？今月末の学会が終わったらケントさんロンドンだもんね。私だったらきついわ。最初から分かってたとは言ってもね。実際付き合い始めていつも一緒にいるようになったら別れて暮らすのも実感しちゃうよね。待って待って待って、聞いてないよそんなこと。ケントのやつそんな雰囲気全然ないんだけど、1ヶ月したら留学する予定なの？ねえ、やっぱ寂しいの？愚痴っちゃいなよこの際。どうなんだろう。記憶をなくす前の君は留学のことを寂しいって思ってたのかな。Yeah, I do feel sad about it. It's okay, I'm fine. Let's go. ああ、だよね。
全然平気そうにしてるから気にしてないのかと思ってたけど、やっぱ付き合い始めると変わるよね。え、平気そうにしてたんだ。もう素直にケントさんに言いなよ、寂しいって。そんなこと言ったらケントはひっくり返るほど驚く可能性大だね。それにしても前の君はどういうつもりでケントと付き合ってたんだろう。普通好きな人と1年会えないって分かってたらかなり気にするよね。ま、とにかくだ、私が言いたいのは愚痴りたくなったらいつでも私に言ってよねってこと。25日の学会終わるまではケントさんも準備で忙しいだろうし、あんまり会えないんだろうけど、もうあと1ヶ月ちょっとしか一緒にいられないんだから落ち込んでないで時間を大切にね。それじゃ、まさき。ちょ、待って、その話もっと詳しく聞かせて。さおちゃん行っちゃった。今日もまたいろいろと大変だったね。それにしても留学の話、君とケントはどう思ってたんだろう。ケントのやつ暇さえあれば会おうって言ってくる感じなのに、1年離れるのは OK なのかね。25日に学会があるってことはよくわかんないけど、いろいろ準備もあって忙しいんだよね。そこを無理して会ってるからああやって一緒にいるのに別々に作業してるような状態なのか。何なんだろう、ケントってやっぱ会いたいと思ってるのかな。あ、噂をすればあいつからメールだ。 Let's see. You've signed off, right? Let's meet. Okay. あの、相変わらずそっけないけど、これってデートのお誘いだよね。ああ、もう全然気持ちが伝わってこないよ。ねえ、伝わった？もうちょっと感情込めて誘ってくんないかな。少しでも会いたいとか言葉を添えてさ。どういう態度で返信しとく？ I'm looking forward to it. I understand. Let's meet. Let's go for the first one. お、柔らかい態度攻撃。ケントのやつ、どう反応してくるかな。 It's gonna be like, what the fuck?返事ないね。あ、来た。I was so surprised. I dropped my phone and didn't step on it by accident. Luckily, it's not broken. Are you though? But yeah, I'm looking forward to it. I'll pick up you at noon, around noon. あの、すごく動揺が伝わってくるんだけど。かなり疑われたかもしれないけど、喜んでもらえたみたいだからこれでよかったのかな。まあ、とにかく明後日はケントと会うってことで決まりだね。よし、明日のバイトを乗り切れば日曜から水曜までお休みだ。それじゃあご飯食べたらもう一回マニュアル復習して明日は完璧にこなそうか。 OKThat was the 6th of August. Ah, senpai, ohayou gozaimasu. Mineka. Senpai, ototoi wa zuibun misu shite mashita kedo, kyou wa daijoubu desu ka? Watashi mo anmari senpai no follow ni hashiri mawaru no wa iya nano de, ganbatte kudasai ne.こないだはよくもバカにしてくれたな。ゆうべは2人でさらに勉強して、普通なら覚えてなさそうな最速まで覚えたんだから見てろよ。行こう、君に秘められた底力をミネと店長に見せてやるんだ。ご主人様、他にご入り用のものはございますか？お嬢様、どうぞこちらの膝掛けをお使いくださいませ。え、さっきから9番テーブルのご主人様がミネのことを見てるみたい。じゃあミネに声かけておこう。見える見
見えるぞ。僕たち今完璧にフロアが見渡せてる。なかなかやるな。ふふふふ、褒められた。やったね。やるね。今日はすごい働きぶりだったよ。そうか、やり方を見直していたのか。ああ、そういうことなの？やり方を根本から見直したせいで混乱しちゃったってこと？いや、違うんだけど、そういうことにしておこうか。ミネも見習うといい。はい、すみません。なぜ謝る？怒っているわけじゃない。ミネは男性客にすごい人気だよ。ミネを目当てに来ている客も多い。それって怒っていいと思うな。取ってつけたようなフォローは結構です。いいね。着替えてきます。プライドを傷つけちゃったかな。気にしなくていいよ。君も着替えてきな。トーマは優しいな。この職場の潤いだよ。今日はすがすがしい気分だ。毎日頑張った甲斐があったね。ミネにはちょっとかわいそうだったけど。あれ、お疲れ様です。噂をすれば、っていうか、なんか怒ってる？仕事もプライベートも万事順調って感じですね、先輩。沢先輩から聞きましたよ。あの人と付き合い始めたんですってね。よかったじゃないですか。おめでとうございます。まだ言ってませんでしたよね。どうしてですか？どうしてよりによってあの人なんですか？他にもいい男なんていっぱいいるじゃないですか。よりどりみどりじゃないですか。トーマさんはいい人だし、シンだってちょっときついけどかっこいいし、時々お店に来る右京さんも先輩目当てだって話じゃないですか。あの人もめちゃくちゃ美形だし。え？ちょっと待って。トーマはともかく他の人たち誰？なのになんで、なんであんな不愛想で怖くて堅物の変人を選ぶんですか？あんな人絶対誰も好きにならないと思ったのに、私だけだと思ったのに。あんな変人好きにならないでくださいよ。いや、自分の好きな相手に対してそこまで言うのもちょっとどうなの？っていうか、ミネってケントのことが好きだったんだ。先輩、あの人のどこが好きなんですか？難しい質問きた。答えてくださいよ。そのくらいいいでしょ？どういうところが好きだったんだろうね。I like that he's so earnest. I like that he sticks to his own way of life. You know, he does keep to his own life. それを言われたら反論できないじゃないですか。確かにあんな人二人とはいないですよ。あの人だけですよ。要するに先輩はあの人のちょっとおかしいとこも含めて好きってわけなんですね。私だけじゃないんだ。私諦めませんから。絶対先輩から奪い取ってみせますから。だって私の方が可愛いし愛想いいし、料理もうまいし器用だし、性格もそこまで最悪ってわけじゃないですもん。だからきっと振り向かせます。諦めません。絶対譲りませんから。あ、行っちゃった。前の君だったらどうしてたかな。
受けて立ったかな、それとも譲ってたのかな。記憶を失う前の君以外、本当のことなんて誰にもわからないよね。Mysterious loading screen. I guess this is a main character, maybe. So this should be Sunday now. さて、今日からしばらくバイトはお休み。今日はケントとデートだね。そろそろ約束の時間かな。下降りてみようか。あ、今ちょうど正午だ。待たせたな。おお、正午きっかり？時報か、あんたは。行こう。今日は以前君とよく会った道を歩いてみようと思っている。へえ、思い出の場所を散歩か。意外とまともなデートだね。って、散歩？それってもしかしてまたあの競歩なの？そうだね。バイト行くのとは違う道だからちょっと新鮮なんだけど、周りを見てる暇がないよ。ちょ、追いつけないよね。だ、あいつ本気でこれがデートのつもりなのかな。一気とかいうあのたらしっぽい友達にでも女の子との付き合い方を教えてもらえばいいのに。一体どこ向かってるわけ？どうした？なぜついてこない？ You're walking too fast. Don't you want to talk about anything? Let's go. She is walking too fast, but he's also not speaking. If you check his mindset, okay, you're walking fast, it's okay.Not really speaking, but you're walking. Let's go for the first one. そうか、それはすまなかったな。あ、意外と素直に聞いてくれた。黙り込んでいたかと思えば、初めに出てくる言葉が文句か。実に君らしいことだ。え、それってちょっと悪く捉えすぎじゃない？どうせ話すなら、文句以外の話はないのか？なんて無茶ぶりを。こっちは今週分の記憶しかないってのに。でも何か話さないと向こうからは話してくれないし、足も止めてくれなさそうだね。どうする？ I was complimented at work the other day. A coworker told me we're love trials now. Are you really going to study abortLet's go fish one. そうか、それはよかったな。ダメだ、全然話が続かない。 Two rivals. ほう、なかなか興味深い話題を振ってくるな。そんな話をして、君は私にどう反応してほしいんだ？君は今日も退屈そうだな。私と過ごすことに意味を見出しているようにも見えない。はいはいはい。挙句の果てに出してきた話題が同僚から恋がたき宣言された話か。それで、それがどうしたんだ？まさか君は私にその女性を紹介しようとでも言うのか？なるほど、君はわざわざ同僚と対立してまで私と付き合うほどの情熱など持ってはいないだろうな。そもそも私といても苦痛なだけだろうし、同僚に恋敵がいるならなおさら苦痛だろう。遠回しに別れたいと言われているようにも思えるが、そう解釈していいのかな？ Just what? Yoshi. He's like an empty way too differently now. And they assume that.違うというのか？
なら一体何のつもりなんだ。単なるお茶受けの話題か。君はそうやってすぐ私の言葉に反発しようとするな。素晴らしい反射神経だと褒めてやりたいくらいだが、正直幼稚極まりないね。私もよく無神経だと言われるが、君も大概だな。そんな話を私が楽しんで聞けるとでも思っているのか。確かに私は以前と変わらず、人間は生涯を通じて複数の異性と関係を持つのが効率的だと思っている。は？だがそれは何も同時に複数の関係を持つという意味ではない。私にはそれほどの情熱も時間もないよ。君のお相手すら十分に務められていないようだしね。もちろん秋が来れば早々に別れ次の関係を探るのが効率的だが、私は見切るにはまだ早いと考えている。つまりだ、今現在私に好意を持っている女性が存在したとしても私にとっては何ら関係ないということだ。しかし君の方はもう飽きたのかな。それならば先ほどの話にも意味が生まれてくるが。ちょっと待ってよ。何なの、単なる雑談にこれは過剰反応じゃない。しかも飽きたら別れるって、君とも飽きたら別れるつもりで付き合ってるってわけ。You're just being paranoid. You'll break up with me if you're tired with me. Eh? 何を言っている。以前から私は同じ主張をしている。そして君と何度も口論をしただろう。まさか忘れたのか。前から言ってたのか。ああ、さっき言ってたね。以前から主張してるって。まあ今現在はまだ飽きてはいないから単なる主張に過ぎないがね。ああもう何なんだよこいつは。こんなことずっと主張されてれば前の君が切れまくってたのはごく当然だよ。で、え？ Oh, flashback. はあ、憧れていた人に失恋した？で、それがどうかしたのか？いいかい、私は君の担任ではないし、カウンセラーでもない。数学の教師としてごく短期間招かれているだけなんだよ。しかも非公式にね。その私に恋愛事を相談して、どんな返答を期待しているんだ、君は。ああ、相談ではない雑談だと。へえ、君は自分の失恋を面白い小話だとでも思っているのかな。なら私の見解を述べるが、死母の相手を次々に変えていくのは生物として実に効率的だね。多くの情緒的経験ができるし、飽きたら別れるという交際スタンスはより多くの子孫を残す可能性がある。というわけで君の失恋は大学時代の経験として実に有益だ。今後ともその調子で。納得のいく理由を聞かせてもらおう。なぜ私が君から平手打ちを食らわなければならないのかな。うわ、まためまいが。どうした、また立ちくらみか。君はそんなに体の弱い方だったか。口論をしている場合ではなさそうだな。歩けるか、うちまで送ろう。せっかくのデートなのに今日は散々だったね。でもまあ少しとはいえ記憶が蘇ったのは収穫だったかな。とりあえず今日の記憶を見て分かったことが2つあるね。一つはケントが非公式の数学教師として君の大学に来てたってこと。君とケントが知り合ったきっかけはこれなのかな。てか非公式の教師って何。あともう一つは君とケントがやっぱり昔から仲悪かったっぽいってことだね。今まで蘇った記憶が2つともケントと喧嘩っぽい話をしてる記憶だもんね。あ、でも本当に仲が悪かったら失恋した話なんてしないだろうし、あれがきっかけで険悪になったとか。
まあ何にしても君にとってケントの存在が大きな場所を占めてたのは間違いないよね。だって蘇った記憶ケントのことばっかりだもん。とりあえずこのままあいつと付き合っていくのが記憶を取り戻す近道かな。まあ今日は喧嘩別れみたいになっちゃったわけだけど。大丈夫だよ、君たちにとってはこんなの日常茶飯事だったはずだし、多分明日には最初の日みたいに話し合おうって呼び出しが来るんじゃないかな。Okay. There's bad memories the whole time. Oh, 来た来た、果たし状メール。よし、受けて立ってやろうか。I wanted to talk with you, not argue.If you feel the same way, come to the cemetery. あれ、全然果たし状じゃない。もしかしてケント、昨日の喧嘩で落ち込んでる？まあ、とりあえず行ってみようか。喧嘩じゃない話がしたいのはこっちだって同じだもんね。来てくれたか。何話すつもりなんだろうね。少し歩くか。また歩くのか。こうして歩いているとき、君は何を考えているんだ。どうして黙ってついてくる。I don't have much to say. What are you thinking, Kent? 私自身の話をする前に前振りを入れようとしたのがわからないのか。逃げるなということか。私はな、こうして歩いているとき考えていることがある。この道はカップルが多いな。彼らはなぜか皆手をつないで歩いている。私もなぜか君と手をつなぎたいと思う。だがどれほど考えてもその必要性が見当たらない。彼らはなぜ手をつないでいるんだ。愛情を確認する儀式か、順次接触を増やしていく段階の一つとしてか。なら私と君の場合はどうだ。君が私に愛情を持っているとは思えない。接触を増やすにはまだ早すぎるようにも思える。つまり客観的な必要性はない。それなのに私は君と手をつなぎたいと思う。なぜだろう。なぜってあのねえ、これって突然手を取ったら怒るだろうか。私は理由を何と説明すればいいのだろうか。振り払われないだろうか。そもそも手をつなぐ必要があるのか。私は周囲の恋人たちに同調しようとしているだけではないだろうか。必要性が見つからないのであれば私は認めざるを得なくなる。私は君が好きで、君にそのただ触れたいんだということだ。隣を歩いているとどうしても君の手を意識してしまう。それでつい早足になる。君がついてくるには早すぎただろうか。だとしたらすまない。君は付き合い始めてから私に対する態度が変わったな。トゲトゲしさがなくなった。そのおかげでこの一週間君と穏やかに過ごすことができた。できればこの状態を維持したい。だが君の態度が変わった理由がわからない。先に踏み出していいのかわからない。私は歩きながらそういったことを考えていた。まだ何か疑問はあるだろうか。 Maybe we should all dance. Tell me why you're always so belligerent. いいのか。君がいいというのならそうだな、そうしようか。ゆうべ恥を忍んで一休に事の次第を相談したのだ。
そしたら彼は散々笑った後に今の話を全て話してこいと言った。実際君はこうして手をつないでくれたのだから、一休の意見は正しかったということになるのだろうか。結果が是であるから元となった推論は是である。機能法だな。私はもっと君に私自身の考えを話すべきなのだろうか。君と会話をすれば口論にしかならないというのは私の思い込みに過ぎないのだろうか。君は私の考えを聞きたいと思うか？ I do, only if you talk nicely. Let's say I do. そうか。では、まず昨日のことを話そう。君の友人が私に思いを寄せてくれているらしいという話だな。いろいろ考えたが、昨日言った以上に分かりやすい物言いが思い浮かばなかった。私には君がどうしてそんな話をするのか理解できない。私と別れたいというふうにしか聞こえなかった。だが、これでは進歩がないな。それでだ。一休に言えと言われた言葉をそのまま言おうと思う。誰が思いを寄せてくれようと私には関係ない。私は君が好きで、その気持ちは揺らがない。君はそう思ってはくれないのか？私の言いたいことを要約したらこうなると言われたのだが、これで本当に伝わるのだろうか。 Yes, thank you. Could you say that again? そうか、そうなのか。そろそろ戻るか。今日は風が冷たい。 Is that a bad choice?ああ、そうだ。一休からもう一つ指示されたことがある。口論になった時に最も有効な行動は贈り物をすることだそうだ。私なりに調べてみたのだが、恋人同士の贈り物というのは手作りのものがいいらしい。考えてみたのだが、何も思いつかなくてな。こんなものを作ってみた。手作り算数問題集？空気読んで隠れてたのに、ツッコミ入れずにはいられなくてつい出てきちゃったよ。君の専攻とする心理学には統計の算出が不可欠だと思うのだが、君は計算が遅い。これは役に立つと思う。単純な算数問題を日常的に解いていくことは脳の運動にもなる。君にはぜひ進めたいのだが、どうだ？ Thank you very much. No, I don't think I need this. Thank you. では明日にでも持ってくるといい。私が見てやろう。私はそろそろ戻る。明日はうちにいるので、よかったら訪ねてきてほしい。ではな。いやー、今日のケントはなんか優しくて調子狂ったね。っていうか、手作りの算数問題集って。ああ。ケントって君の数学の先生だったんだっけ？それで心配されてるのかな？多分前の君って今のケントと同じかそれ以上に喧嘩腰だったんだろうしね。あんな風に喧嘩腰だった相手が急に普通の対応してきたらそりゃあ戸惑うよね。それにしてもケントって真剣に君のことが好きなんだね。あの理論男があんな風に下手に出てくるなんてびっくりしたよ。僕はよっぽど昨日の喧嘩が答えたんだろうね。最近君が喧嘩を買わなかったから余計にさ。記憶は全然蘇らなかったけどさ、あいつとはこれからいい関係を築いていけそうでよかったね。明日は久しぶりにケントの家に行ってみる？うん、きっと今度はもう少し近づけるんじゃないかな。どうぞ、適当にくつろいでくれ。いや、何か話したいことがあるか？え？君との関係を改善するためにはもう少し会話が必要なのではないかと昨日のことで思わされた。
私の態度や行動に疑問点があるなら問いただしてほしい。すごいよ、向こうから話を振ってくれた。よし、じゃあお言葉に甘えて知りたかったこと片っ端から聞いちゃおうか。What are you always working on? What do you think about studying abroad? Are you really busy right now? もちろん嬉しいと思っている。私の研究が評価された結果だし、海外の知識を吸収できる機会は貴重だ。何より研究者としての箔がつく。長い目で見れば、私が成功することは君にとってもプラスになると思っている。私は長期的な展開を視野に入れて君と真剣に交際しているつもりなのでね。君はどうだか知らないが。は？長期的な展開っていずれ結婚するとかそういうこと？ちょ、今日明日にも別れそうな付き合い方してるくせに、なんでそんな壮大な計画なんだよ。 What are you always working on? Are you really busy right now? Let's take the first one. 学会の準備だが。いや、それはなんとなく分かってるんだけどね。ああ、もう少し詳しく聞きたいのか。そうだな。主にプレゼン用のスライドや原稿の準備だな。発表する内容自体はすでに論文としてまとめて調査している。この論文が評価されて留学が内定したわけだが、一応学会で正式な評価を受けなければ決定にはならない。よって私にとって25日の学会を無事にこなすことは重要な通過儀礼というわけだ。なるほど、やっと何してるのか分かったね。 Are you really busy right now? まあそうだな。大学院は今夏休みだが、通常のカリキュラムをこなしている方が楽な程度には忙しい。25日の学会まではこの状態だろう。学会が無事に終わって月末に留学の決定が下されたら出発準備をする。出発まで君とゆっくり外出する時間はあまり取れそうにないな。他に質問はないか？なければ私は作業に戻らせてもらう。進行が遅れているんだな。実のところ君が邪魔なんだ。そこにいられると気になる。作業に集中できない。おかげでどんどん予定が遅れている。Then you don't need to call me over. Are you calling me out of application? Yeah, let's try the second one. 私がただ会いたいからだと言えば、君は来ないだろう。警戒もするだろう。本当は今すぐ手を握りたいんだと言ったら、君はもう来るのをやめるか、今すぐ帰るか。少なくとも今までと同じように気軽に上がってはくれないだろうな。そう思って方便を言った。本当はただ君にいてほしかっただけだ。いや、実際に手を握ったりはしないから安心していい。二人きりの場所で接触するのはまだ早い。一切の手出しはしないし、一定の距離を守る。君はただそこにいてくれればいい。あまりにも私の本音がひどすぎて言いたくはなかった。できれば帰らないでくれ。作業の邪魔になるというのに、君がそこにいるだけで私はなぜか嬉しい気持ちになる。嬉しいからこそ作業が進まないんだ。とにかくそういうわけで私はあまり相手になれないが、もし何か用があれば遠慮なく話しかけてくれ。忙しいのは事実だが、君と会話をしたくないわけではない。それは理解してほしい。そこまで下手に出られると逆にどうしていいかわかんないね。じゃあ君はどうする？さらにバイトマニュアルを極める？それとも昨日もらった算数問題集やってみる？I'll try the math book. I'll read the manual. Let's do the workbook. やってみようか。確かケントが見てくれるって話だったよね。ああ、それをやるのか。なら私が見てやろう。よろしくお願いします。準備はいいか？あまり時間はかけていられない。どんどん行くぞ。全部で10問だ。
それでは、はじめ。Question 1. A is walking at 5 km/h. B is walking next to him at 4 km/h. How many meters apart will they be 30 minutes from now? I'm not good in math. 5 km/h. Shh. 違う。次。A and B meet on Sunday through Wednesdays. If August 1st is Monday, how many times will they meet during the month of August? 違う。次。Okay. C changes girlfriends once every 3 months. He began dating his current girlfriend on June 1st. If today is July 9th,in how many days will they break up? C changes his girlfriend once every 3 months. He became dating his current on July 1st. If the day is July 9th, in how many days will they break up? Wham! 33 days. 次A can carry 20 books at once, and B can carry 10 books at once. How many minutes will it take for them to carry 200 books to a nearby bookshelf, assuming that each round trip is 4 minutes? 28 minutes? 違う。次。What? Trees are planted at 3 meters in intervals on the path that A is...walks on. If A walks for 15 minutes at the speed of 4 kilometers an hour, how many trees will he pass? Assuming that there is a tree at the point he starts walking. 334?正解だ。次。I don't like math stuff. Fuck. So let's see what this one is. A morning glory plant watered with an energy drink grows 1.5 centimeter per night.A morning glory watered with regular water grows 3 centimeters a night. Okay, it's per night. If the morning plant started at 16, so normal plant at 60 centimeters. Let's make this one normal. And the energy plant started at 10.Like this one, E. In how many days will the energy drink plant grow past the normal plant? Assuming the first one is not growing, then it might be a few days, but if they are both all growing, that they will never come. 正解だ。次。There's 10 questions? Oh yeah, my chat is gonna be like, oh wow, this guy cannot even do math.See, I solve 39 of A's math puzzles so far. T percent the correct answer is 78%. How many puzzles has A presented to C so far? 違う。次。Yeah.Yeah, there's 100 students. Oh boy. Again, University of 30% something. University, as soon as at the university, 30% who are female. So 30 is F. If the university merged with the other university,
which has 900 students, and 50% are if and ratio. What will be the new overall ratio for girls? Let's go 42. 違う。次。I give up. I don't know this stuff. I never like math. I like arts. And calorie yogurt class requires 150cc. If yogurt, of yogurt juice. If one uses a cylinder beaker that's 10 cm in diameter and the measure of the yogurt juice, how many cm high should it be filled to properly water the yogurt glass? 0.5? No. No. Tsugi. The manager can increase the sales on a rainy day by 50%, while mine can increase the sales by 30% on a sunny day. Assuming an average monthly sales are 1 million yen, which one should work during the month of August to push sales over 1 million yen? So this is to do with rainy days and sunny days. How will I know? I want to know when it's sunny and rainy. 正解だ。以上だ。お疲れ様。まあこんなものだろう。頭の体操にはなったかな。No. もう一度やってみるか。No. I don't want to. では私は自分の作業に戻る。疲れた。ケントめ、もうちょっと手を抜いてくれてもいいのに。はあ、あとはその辺の本でも読んでぼーっとしてようか。あ、やば、集中してたらもうこんな時間だよ。暗くなっちゃったし、そろそろ帰ろうか。ん、帰るか？気をつけてな。うわあ、すっかり夜だね。ほんと気をつけて帰らないと。ケントがいつになく優しいから、すっかり居ついちゃったみたいだね。なんかさ、別々に作業しててもお互いの態度が違うだけで、いきなり恋人同士っぽくなったよ。あいつも本当はこんな風に過ごしたいって思って君のこと呼び出してたのかな。あ、君。Oh, what? こんな遅い時間にどうして一人で歩いてるの？危ないよ、そんなことしたら。は？送ってあげたいところだけど、俺が何をするかわからないから、それも厳しいな。え、ちょっと何なのこの人。君の知り合いなのかな？名前呼んでたよね。でも確かにちょっと暗いとはいえ、まだ日が沈んだばっかりだし、送ってもらうほどじゃないよね。っていうか俺が何をするかわからないって、何それ。あ、ごめん、俺怪しいよね。めちゃくちゃ怪しいです。なんて説明したらいいかな。君は今ここで何を。もしかしてケントの家から帰るところ。ケントの家はこの辺りだったな。何？何？何なの？ケントとも知り合い？へえ、なら今はケントと付き合ってる。Jeez, okay. Let's just do dot 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 dot. 警戒してるのか？そんなに大したことを聞いてるわけじゃない。ケントと付き合ってるんだろう？ I don't want to answer. なんだよ。嫌われたもんだな。まあいいか。答えないってことは多分正解なんだろうしな。なんだよ、
トと付き合ってたら何だっての？さてどうしようか。ケントじゃ死なねえよな。何？ごめん、今のなし、忘れて。は？いや忘れてとか言われても。とにかく君はこんな暗い道を一人で歩いちゃダメだよ。何があるかわからないからね。いや、あんたが一番不気味だし。これからはくれぐれも夜一人にならないで。本当に危ないよ。じゃあ俺はもう行くから。何だったの？ねえ早く帰ろう。よくわからないけどあいつの言うことすごく怖いよ。死神に会っちゃったみたいな、そんな気がする。死神ね。私に言わせてもらえば、そういった詐欺師の類か妄想癖があるか、自分自身が快楽殺人者かのどれかだな。君と私の名前を知っていたということだったな。君自身はそいつを全く知らないのか？それがわからないから困ってるんだよね。もしかしたら本来は知り合いだったのかもしれないけど、君は覚えてないみたいだし。 Just for 10 days。君の失われた記憶の中にはすごく大事な何かが隠れてる可能性もあるのかな。顔色が悪いな。もしかして誰かに狙われるような心当たりがあるのか？ There might be. No, I can't think of anything. No. ならなぜそんなに青い顔をする必要がある？その男がそれほど怖かったのか？すっごい怖かったよね、実際。私は何をしようとしているのだ。すまない。何？いや、そんなに大それたことを考えたわけではないのだが、ただなぜか君の手を取って励ましてやりたいという衝動に駆られて近づいてしまった。すまなかった。そんなことをされても君は嬉しくはないだろうに。君に必要以上に近づかないよう十分注意する。だからあまり私を警戒しないでほしい。とにかくその男がどんなつもりで警告をしたにせよ、不穏な発言であることに変わりはない。今後日が落ちてから帰宅する際は私が同行しよう。その男にもう一度会った時対処するためにもな。ああ、それはすごくありがたいね。待て、隠れろ。まさかあいつ？そのドアの外にいるな。私は武器を持っている。怪我をしたくなければそのまま帰ることをお勧めする。気づかれたか。惜しかったな。あと一歩だった。あれ、この声って。これでもこの部屋にいるときは常にドアの外に気を配っているんだ。いつ刺客が来るかわからないからね。そう、この間は後ろを取れたのにな。でもね、ケン、不意打ちに失敗したからといって帰る僕じゃないよ。その武器とやら見せてもらおうか。望むところだ。くらえ、新作の数学パズルだ。これはまた複雑なものを。ああ、やっぱりこいつか。これ、この二人のお決まりのおふざけなんだね。新作の数学パズルが武器って、君にも算数問題集作ってきたし、ケントは問題作るのが好きなのかな。すまないな、邪魔が入った。こいつは私の数学パズルを受けて立つためにやってきたようだ。ああ、そのうち君もやられるよ。覚悟しておいた方がいいね。彼女にはもう送った。もう？付き合って半月の子に？
それはどうかな。僕としてはあまりおすすめできないお付き合いの仕方だよ。だが君に作ったものとはレベルが違うぞ。君に渡したのは院生向けだが、あれは小学生向けだ。小学生向けって余計にいらない発言を。変なやつで迷惑をかけるね。悪いやつじゃないから気長に付き合ってあげて。一休、一体君は何をしてるんだ。何って、彼女が気の毒だからよしよしって頭を撫でてあげただけだけど。交際中でもない女性の体に触れるものではない。君はモラルが低すぎるぞ。はあ、モラル、そりゃ確かに僕はモラル低いけど、ただ頭撫でただけで大げさだね。あ、わかった。ケン、君ってまだこの子の頭撫でたことないんだ。よしよし、堅物の彼氏で大変だね。僕でよければいつでも慰めてあげるからね。ギュッてしてあげようか。一休、いい加減にしろ。ああ、大変だ。君の彼氏はこの程度のスキンシップも許容できない器の小さい男らしいね。あ、そうそう、まだ君とはメアド交換してなかったよね。送ってもらっていい？はい、ありがとう。さて、僕は退散しようかな。じゃあ二人とも、あとはご自由に。別に私は君が他の男に頭を撫でられたからといって嫉妬するほど強要ではない。その程度、親子間でも友人間でも普通に行われるスキンシップの範囲内だ。何も特別なことではない。よって私も遠慮しない。頭を撫でることに下心があるわけもないし、何を遠慮することがある。君だって一休におとなしく撫でさせていたんだ。別に嫌ではあるまい。Please calm down. I don't dislike it, but it hurts. すまない。だが君はどうして黙って一休に頭を撫でさせているんだ。あれは手の早い男だ。頭を撫でているのがいつ肩になり腰になるかわからないんだぞ。ああ、もちろん彼は私の友人だ。私の交際相手をあえて奪いはすまい。あれも単なる嫌がらせだろう。分かっているとも。だが彼にそのつもりがなくても君の心が動かない保証はないんだ。私が手を握ることすらためらっているうちに君の心が彼に動いてしまうかもしれないと思うのは強要か。女性の扱いに慣れていてたやすく居心地のいい空間を作れるあいつに君を取られるのが怖いと思うのは、それは私の器が小さいからか。私には君の髪に触れるだけでも精一杯なんだ。みっともないところを見せてすまなかった。悪いが今日はもう帰ってくれ。うちまで送ろう。びっくりした。ケントってあんな風にやきもち焼いたりするんだね。しかもあんなちっちゃなことで。意外と君のこと大好きなのかな。さて、明日からまた3日間バイトだし、今日はやり方を思い出しながら休養しよっか。August the 11th.Okay, that's all for this now. It's been, what's it, day 11. So, it's been 2 hours already in. I'm gonna stop here for this episode. And for the next one, I will go on with the days.So far this game is really interesting, although I dislike the math, but you know, you can just make shit out of me in the comment section for failing all those simple, easy questions.
But yeah, thank you for joining in while we were playing Amnesia Memories. And have a lovely day. Enjoy. I need to go to sleep.